小芝垣草子は、春画の絵巻物である。小芝垣倉庫、野宮宗氏とも称され、また工述する長文系統の話末に、独自の宗教観に基づく表尺があることから、宗教的な極意伝授を意味する、感情巻と呼ばれることもある。原本は、平安時代末期に描かれたと推測されるが、現在残っているのは、江戸時代の模本や写本である。 他にも古春画絵巻は、後世の模写によって何点か残っているが、その中でも小芝楽器造史は、感能的な物語を流麗な筆致の言葉書きと、濃密な愛欲描写の挿絵によって描き、日本の古春が最高傑作とみなされている。かんな二年花山朝の五木の宮住小女王が、天皇の名城として、伊勢神宮に奉仕するため、落成佐賀の野の野宮で決裁していたおり、 美男の滝口武者平松室光を誘惑し、密通したとの噂が流れ、ついには、住子の伊勢が取りやめになったという、実金賞第五にある物語に基づく秘図である。電車本は、数多いと言われ、様々な違本があるが、原本はおそらく十二段前後の言葉書きと、差し絵からなっていたと推測される。川藤原真実筆、氏は藤原ため筆とも、書きより、 がは、墨吉慶恩筆、氏は、小白川天皇、または、小賀の道友筆ともいい、他に、文後北京画というもの、土佐光則画がというものなどがある。しかし、あからさまに性愛を扱う内容のため、公開される機会は、極めて少ない。伝承として、この絵巻物は、上安元年、高倉天皇に嫁いだ、平清盛の娘平徳氏に対して、彼女のおばにあたり、 小白川天皇の女王だった、平重子が送ったとする説がある。小白川天皇が絵巻物好きで高職な人物であったことを考えると、小柴垣ガキも小白川の遺構で制作された可能性が高い。小柴垣ガキは言葉書きの長短で2種類に分類できる。一つは、サイと平井イタの人よの王世を濃密な性表現によって描写した後、 この三つが発覚して、最宮軍業が取りやめられた結末で終わる短い内容の伝本群。もう一つは、前者の内容に加えて、王瀬の後に再会し、噂を耳にした女房も加わり、最後は、性行為のありがたさについて、宗教的言説を用いて解説した、やや長い内容を持った伝本類である。順序としては、まず短文系統が成立し、 ついでこれを増歩する形で、長文系統が現れたと見られる。ありがとうございます。